金についてすごくね、さちょっと前面白い話をちょっと聞いて、ある大阪で、ね、天神の水っていう水を作ってる会社の社長さんと、アマントっていうね、大阪のそういうカフェがあって、そこの人たちを交えて10周年企画かな、11周年企画でちょっとトークに参加したことがあってですね、その時にその社長さんはもう70近い方なんですけど、すごく顕微鏡、緑虫を飲んではるらしいですよね。でそれでこうある時にこうなんていうか、緑虫にこう分裂しろってこう額から指令を出したら分裂したらしくて、で、まあ、そういう、まあ、虫というか、まあそういう菌というか、そういう小さい生物がこう自分からこう意識を送るとそれがまあ反応してこう変わるっていう体験をしたらしいですよね。でそっからその彼はなんか腰椎を2本折って背骨を1本折る大怪我をして、そっからまあほんまにずっと寝たきりかと思ってたらしいんですけど、自分の全細胞全筋にこう修復するようにこう意識を送り続けたらしいですよ。じゃあ、まあ、半年ぐらいでもう歩けるようになっちゃって、もちろんこう松葉杖はついてはるんですけど、そのようになんていうかこうなんていうの、金というか金は、ね、方向性を多分与えたらいかようにでも多分姿を多分変えてくれる。それは水のその波動によってこう結晶構造が変わるって話ときっと同じで、他に聞いた話でなんかインドのアイルベーダーってね、ありますけど、その中で水銀を使ったラーマヤナ薬っていう薬があるらしいんですよ。でそれこれアイルベーダーの会社してる人から聞いたんですけど、そのマントラを唱えながら3日2晩こう混ぜ続けて、その水銀の、まあ、バイブレーションをこうなんていうか、それだけ強いエネルギーのもう言い悪いよ、まあ、放射能と同じようになくて、その強いエネルギーをこうなんていうか人間にこうあった状態にこう変えてやるというか、そういう話も聞いたりしちゃうからね、こうこれから発酵していく中、自分たちのね思いとかも今日楽しいチューニングでこう仕込んだので、みんなで仕込んだので、こう語りかけたりとかこう音楽聴かせたりとかして、思い思いにこう金たちと変化をみんなで楽しんで、またできた暁の報告会とかにするこう今日作った味噌いつかみんなでこう、ね、集まってこうこんなのってんってこう食べられるなんか機会がまたあってもいいかもしれないですね。はい、福井さん、もう、はい、時間があれです。すいません、ツンツンまでやっちゃいました。いや、じゃあ今日は皆さんありがとうございました。締めますけど。
どうしようか、最後本締めしますか。しましょう、本締めましょう。